ゼルダの伝説シリーズ、ゼルダの伝説不思議の好み、ゼルダの伝説不思議の好みは、2001年2月27日に、ニンテンドーから発売された、ゲームボーイカラー用、アクションアドベンチャーゲーム2作品の総称。ゼルダの伝説不思議の好み大地の章と、ゼルダの伝説不思議の好み時空の章が、同時発売された。略称は、好みなど。本作は、 任天堂発売のタイトルだが、カプコンが中心となって、開発を行った。ゼルダの伝説シリーズで、任天堂以外の会社がメインで開発を手掛けた作品は、本作が初めてとなる。開発は、カプコンの岡本吉希が、初代、ゼルダの伝説のリメイク企画を、任天堂に持ち込んだことから始まり、当初は、力の章、勇気の章、 知恵の章の3作品構成で制作が進められていた。その後、1年ほど経過したところで開発が行き詰まり、プロデューサーを務める、任天堂の宮本茂の助言を受けて、大地の章と時空の章の2作品構成の新作として開発が再開された。大地の章と時空の章は、主なゲームシステムや一部の登場人物、一部のアイテムは、 共通しているものの、マップやダンジョンの内容は完全に異なる。また、物語も全く異なる独立した内容だが、片方の章のクリア後に表示される愛、言葉を、もう片方の章の開始時に入力することで、連続した物語として遊ぶことができる。この事例をはじめとした2作品が様々な形でつながる仕組みを、リンクシステムと呼んでいる。 ゲームボーイカラー用ソフトとしての発売からちょうど12年後の2013年2月27日より、任天堂 t e ー 3DS 用のバーチャルコンソールとして、配信が開始された。ハイラル王国にそびえるハイラル城に導かれた、少年、リンクは、その中に安置された、ドライフォースから試練を与えられ、ホロドラムの地へ手にする。手に先の森の中で、リンクは、 旅芸人の一座の踊り子ディンに出会う。リンクとディンが手を取り合い踊りを楽しんでいると、突然あたりが暗くなり恐ろしい声が響き渡る。その声の主は、闇の将軍、ゴルゴンと名乗り、ディンの正体が、大地の巫女だと語ると、発生させた竜巻に、ディンを巻き込み、その場から連れ去る。大地の巫女を失ったことで、ホロドラムでは、四季が乱れ。 大地の恵みが奪われてしまう。リンクは、さらわれたリンとホロドラムの四季を取り戻すため、冒険へと向かう。各ダンジョンは、時空のショーと比べて、アクション要素が強い。ボスキャラクターの多くは、初代、ゼルダの伝説から再登場している。ハイラル王国にそびえるハイラル城に導かれた、少年、リンクは、その中に安置された。 ドライフォースから試練を与えられ、ラブレンヌの地へ手にする。手に先の森の中で、リンクは、ハイラル王国のゼルダ姫のウバインパに出会う。インパは、ネールという名の歌姫を探していた。リンクが、インパと共に、森の奥へ進むと、そこには、森の動物たちに歌を披露するネールの姿があった。すると、直後にインパの態度が表現し、 その体から黒い影が現れる。闇の司祭ベランと名乗るその影は、ネイルの正体が、ジノミコだと語ると、ネイルの体に憑依し、そのまま姿を消す。ジノミコを失ったことで、ラブレンヌでは、時が乱れ、各地で異変が起きてしまう。リンクは、ネイルを救い出しラブレンヌの時を元に戻すため、冒険へと向かう。大地のショーと、 共通するアイテムの説明は一部を除き割愛する。省略された項目の説明は前述の大地の章のアイテムを参照。各ダンジョンは大地の章と比べてパズル要素が強い。名前の下に登場する時代を表記する。ゼルダの伝説不思議の好み大地の章に関するカテゴリー。ゼルダの伝説不思議の好み軸への章に関するカテゴリー。ありがとうございます。